私はとても純粋だと思うわ。最近結婚した半年ぐらいの。だいぶ前に嫁が見てるんでね、頑張りましょう。じゃあお願いします。
つでも素直であるべきさ、生まれる前から決まっていた。ちょっとあの結婚して忙しいらしくてバンドができないっていうのであそうなんです、はい、で青井君彼大学1年生です。若い。いや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 、まあ、僕お父さんと知り合いで、まあ、いろいろちょっとつながって今日はドラムをお願いしている青井君、ああ青井君じゃない、青井君よろしく。愛工大ね、愛工大です、愛工大1年生です。すごい。でそこの先輩愛工大卒の、7つぐらい上、ね、はい、前のドラムも愛工大の子だったんですけど、ベースのひじくんです。よろしくお願いします。愛工大はいい素材がいっぱいいるってことですね。あ、あれ本田さんもそうですか。あれ大先輩がそこにいるかなって今言うそういう話だったんですけど、じゃあ、彼らの平均年齢をだいぶ上げている、44歳のウィズと申します。よろしくお願いします。あとさっきまで首里城の話があったんですけど、僕は沖縄県の宮古島の出身で、首里城が上げた時はね、本当にもうショックで、まあでも何ですかね、一周回ってよくわかんないみたいな感じになっちゃいますね。なんか嘘みたいな感じになんですけど、まあナンクルナイサーって沖縄でよく言い間違って何クソっていう気持ちでまた復興できたらいいなと思っている今日この頃なので、皆さんご支援をお願いします。で僕は高校生の時に宮古島でブランキーを聴いてたので、エレキギターが弾きたいなっていうのでバンドを作って、もう1年、2年ぐらい、1年ぐらいか、2年ぐらいかやってるんですけど、はい、で、メイ、バンドの由来は、みんな5月が誕生日だったんですよ。青井くんは誕生日いつ？あ、6月、あ、じゃあ、大体メイっていう感じで、大体、大体メイっていうので、ラスト2曲お願いします。
最後になります。いつも呼んでくれてありがとうございます。大丈夫ですか？いやもうお酒が飲みたいので、はい、お酒を飲ませてください。じゃあ最後の曲、アイスキャンディ聴いてください。
ライブ告知をしていく。
やばい、日にちが思い出せないので曲いきます。すいません、ごめんなさい。ありがとうございました。メインの皆さんです。